こんにちは。スピリチュアルの女神です。ダメなところがあるから愛をし、自分にはできないことがあるから誰かが必要で、互いに手を取り合い、愛を循環し拡大させていく。自分の欠けていると感じる部分は、誰かのための愛のスペース。あなたを愛したい人の愛を受け取るスペースなんです。何でも全てを自分でできてしまうような完璧な人だったとしたら、人の優しさに触れることも人の愛を感じることもできないだろう。あなたは完全で完璧。できないことがあって、弱いところがあって、そんな経験をするからこそ人の優しさを感じられる。愛されていることを実感する。そして自分もまた誰かにそれを与えたいと思う。受け取る喜びと与える喜び、そのどちらも知っている人は本当に強くて優しい。一人で生きようとしなくていい。みんなで生きていこうよ。その方がずっと楽しいよ。きっとたくさん笑える。毎日が幸せでしょうがなくなる。あなたはあなたのままで完全で完璧です。ダメなあなたが愛をし、あなたが愛している人はあなたを愛している人。いつでも私たちはお互い愛し愛され生きている。ただそこに同じ形を求めないでください。人にはそれぞれの愛し方がある。ツインレイの男女の愛し方、自分の思うような形じゃないから愛されてないと決めつけないで、そこに込められた愛を感じられる人でいてください。男性は男性なりの愛し方で、いつだって女性を愛しています。目に見えないものを感じるのは女性の方が得意なのです。だから女性から男性の愛に気づいてあげてください。あなたが男性の愛に気づき、それを感じ受け取ることができれば、二人の間に愛の循環が生まれます。男性は自分の愛を受け入れてもらえたことに愛し方が変わってきます。徐々にあなたの望む愛し方で愛してくれるようになります。だから形を先に求めるのではなく、形の奥にある隠された愛に気づき、その愛をたっぷり感じてください。女性が愛の感度を高めるほど、この世界は愛しかないということを悟ります。愛しかない世界で喜びに満ちて生きている女性がどれほど光り輝いていることか。そうして女性はただ愛の存在として生き、現実においても愛され、望むものすべてを手に入る女神へと変容を遂げるのです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。